ガスメイク。ナオミ・ハンターという女のことだが。ナオミがどうかしたか？この会話盗聴されてるのか？大丈夫だ。今モニターを切っている。そうか。どうした？私は FBI に身を置いていたこともある。それは知らなかった。それで？ドクター・ハンターの身の上話だが、彼女の祖父が FBI 長官の補佐官であったという。ああ。それに、ニューヨークでマフィアのおとり捜査をしていたという話。それがどうかしたのか？全てデタラメだ。なんだって？ずっと引っかかっていたんだ。どうしてそんな嘘をつくのか。嘘？彼女はスパイかもしれん。バカな。いいか、こんな嘘は高校生でも見抜ける。当時の FBI の長官エドガー・フーバーはレイシストで有名だった。ナオミの祖父は日本人だと言っていたな。ああ。その頃東洋人の捜査官は一人もいなかったはずだ。さらに50年代にはまだマフィアのおとり捜査は行われていなかった。初めての潜入捜査は60年。しかもシカゴからだ。しかし、調べてみた方がいい。局長や社長の死、例の忍者、腑に落ちないことが多すぎないか。ナオミがそれを仕組んだとでも？わからん。あるいはテロリストとつながってるかもしれん。そんなことが。何かわかったら連絡しよう。とにかく気をつけろ。カサック、ここから先は倒産なあ、みんな。あいつらも興奮している。よくも俺の同志を殺してくれたな。レイブンは決して残飯処理ではない。不要なものを自然界に返すだけだ。そして時に怪我をしたキツネを襲うこともある。 M1 戦車に乗っていた男か。その巨体でよく我慢できたな。あれは戦いとは呼ばない。お前がいかなる者か。カラスたちと傍観していたのか。結論は出た。カラスたちはお前を戦士として選んだ。幻覚。動けなきゃ。今お前は死の宣告を受けた。お前、東洋人の血が流れているな。なるほど、お前も俺たちと同じモンゴル系か。アラスカインディアンは日本人に近い。祖先が同じだとも言われている。カラスに親戚はいない。いいだろう。ヘビはスカンが、同族なら相手に不足はない。手加減はしない。お前もアラスカに住む人間だ。世界エスキモーインディアンオリンピックを知っているな。その怪力、棒引きや4人運びで鍛えたのか。そうだが、俺の強さは力だけではない。オリンピックに耳引きという競技がある。紐で互いの耳を引っ張り合い、骨幹の厳しさに耐える力を養う競技。強さは精神面から来る。それを今から。形は変わるが趣旨は同じだ。喜べ、お前は俺に認められている。これは競技ではない、ただの殺し合いだ。暴力はスポーツではない。さあ、お前が何者かじっくりと見せてもらおう。
ボスの言う通りだった。どうやら不要な存在は俺の方だったらしい。だが俺の残骸は残らない。俺の魂も肉もこいつらに同化する。俺のムクロは自然に帰る。スネーク、俺はお前を見ているぞ。いいか、スネーク。セキュリティカードだ。これでそこの扉が開く。どうして？お前は自然が作り出した蛇ではない。お前もボスも違う世界から来た。俺たちの知る世界ではない。決着をつけてこい。俺は最後を見ている。お前に一つヒントをやろう。お前の目前で死んだ男。血液まで偽装する。そのためにダーパ局長の血を全て抜き取って入れ替えた。しかし死神までは騙せなかったわけだ。死神？そんな手間をかけてまでなぜ局長のふりを？ヒントはここまでだ。この先は自力で解明するんだな。エビよ、自然界には限度を超えた殺戮は存在しない。必ず終わりがある。だが、違う。俺には終わりがないというのか。お前の進む先に終着駅はない。どこまで行ってもいくつ屍を乗り越えようと。終わりのない殺戮だ。救いのない未来。いいか、ヘビよ、俺は見ている。スネーク、私だ。マスター、ナオミハンターの件だが、モニターはオフに。ナオミがどうした？大佐、そこにナオミはいるのか？いや、席を外している。少し仮眠を取ってるところだ。そうか。で、ナオミがどうかしたか？わかった。キャンベルにも聞いてもらった方がいいかもしれん。うん。マスター、続けてくれ。ナオミハンターだが、キャンベルのそばにいるのは偽物だ。なんだと？彼女の生い立ちを聞いてから不審に思って調べてみた。それで確かにナオミ・ハンターという人物は実在する。いや、実在した。しかし彼女とは全くの別人だ。中東で行方不明になってる。彼女はそのナオミ・ハンターの戸籍をどこかで入手したに違いない。では彼女は何者だと言うんだ？おそらくはスパイ。スパイだと？ああ、今回の作戦を妨害するために。テロリストの仲間だとでも言うのか？俺も信じたくはない。だが彼女もフォックスハウンドの人間だ。共に放棄してもおかしくはない。あるいは別の組織かもしれんぞ。別？ありえんことだ。あの女を拘束しろ、キャンベル。何？ナオミ・ハンターが我々を裏切ってるのは確実だ。彼女を尋問して何が目的か吐かせるんだ。彼女が奴らのスパイだとすると大変なことになる。何のことだ？いや、キャンベル、彼女に何か重要な機密を任せているのか？
もしかしてダーパ局長やアームズテック社長が変死したことと関係が。私は知らん。とにかくこれ以上その女を作戦に参加させるのは危険だ。待ってくれ。彼女抜きでは本作戦は貫通できん。やはり隠しているな。私にも時間をくれ。彼女を洗ってみる。急げよ。一刻も早く彼女の目的をつかむんだ。わかった。スネーク、時間をくれ。こっちには時間が残されていないがな。スネーク、ナオミの件なら調査中だ。もう少し時間をくれ。彼女まだ仮眠中だ。そうか。ダーパ局長も偽物、その上ナオミも。一体何が起きてるんだ。大佐、あんたはまた知らないと言うんだろうな。すまない、スネーク。世界が核攻撃の危機にさらされている。確かな事実はそれだけというわけか。レーションが凍った？凍ったレーションは絶対に食べるな。体温との温度差が生じて体内に吸収するために体力を使うからだ。食べるのは溶かしてからにしろ。防弾ベストを見つけたな。それを装備すれば銃弾によるダメージをかなり防げるはずだ。だが防弾ベストは中枢機関を通常弾薬から守ることが目的だ。直撃した拳銃弾をストップさせるだけで着弾の衝撃は防げない。過信はするなよ。僕はドクターナオミがどんな人なのか知らないから何とも言えないけど、スネーク、そのことは一旦キャンベル大佐に任せて、君は司令室に向かった方がいいんじゃないかな。ナオミの様子、どこかおかしなところはなかったか。いいえ、ナオミさんが敵のスパイだなんて私絶対信じられない。俺だって信じたくはないさ。だがスネーク、言わないで。